はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、ずっとやってきております。なんだったっけ？恵方巻きシリーズね。今日というか、今回、金末さんね、やっていこうかなというところで、金末さんもね、こちらしがね、出てなくて、一応店頭に、ドーンと出とったのがあったんで、それとか、店頭にはね、掲示はしてあったんですけど、なんか持って帰るようなビラとかは何も用意がしてなくて、なんかその課題になっとるとかじゃなくて、なんかもう、もともと紙を用意してないのかなっていう感じでね。で、一応、太閤巻きっていうやつだったから、980円の海鮮とかがいろいろ入ってる、豪華版のやつは一応予約を受付してますよっていう感じになってました。ご希望の方はサービスカウンターまでみたいな感じになっておったんで、あ、なるほどな、そういうふうにしてるんですけど、他のやつはもう全部当日販売オンリーっていう感じみたいです。その太鼓巻き980円、税抜きでね、980円ですから、税込みだと1054円ぐらいかな、なってくると思うんですけど、のやつ以外は、なんだったっけ、それ以外のやつは、店頭販売で、なとね、風巻きとかがね、でもね、298円とかだったかな、280円とか29%とか、なんかそれぐらいの、税抜きでね、ですからまあ300円ちょい、ぐらいの価格設定だったと思います。もう何してその場でね、ガーってね、目も光ったり、写真撮ったりするの、禁止なんで、NG なんでね、スーパーの、中は、写真とか撮ったらダメなんで、っていうのがあるんでね。さあ、とりあえずパッと記憶したやつでね、言っとったんですけど、今ね、もう、あれなんで、エンコードかけとる間に、よし、ちょっと、金瀬見てこようと思ってね、行ってきたんですけどね、やらかしましてね、私、金瀬行ったはいいけど、財布忘れまして、完全にやらかしましたね。財布をね、完全に持ってってなくて。で、結局、角度が難しいね。結局、ちょっと中入れてしまい、結局、免許証を持ってた、免許証を持ってたんですけど、免許証と残高200円の電子マネーしか持ってなかったもんで、これさすがに無理やなと。最近電子マネー決済もできるようになったんですけど、200円じゃね、さすがにちょっとね、弁当の人とも買えないですかね。いくら金捨てるとはいえね。ワンチャンあれか、いなり寿司だったら買えたかなっていうところですけど、さすがにね、それだけじゃない、買ってきて、行くのもあれなんでね、ちょっとね、すいません、今折り返してきて、で、またもうそのまま取り始めたんですけど、もうね、ネタ的にも、そうそう、金瀬さんやっとかなあかんから、あ、そうだな、あ、しまったな、ということでございます。まずちょっと、調べといたら、概要欄に追加で書いてるかもしれません。何かしら追加があったら、そのあたりもまたあったら、書いて、また、通知かなんかで、お知らせします。その時はね。っていう感じですね。まあ、基本的には金瀬さんは、まあ、安く行くよっていうパターンなんで、多分そのトップのやつがその980円の太鼓巻きっていうやつになってくるんじゃないですかね。ですからそれ以上の設定多分してこないと思う。で、安いやつ多分299とか多分。で、ハーフとか用意するのかな？ 100、下手すりゃ200円切る ぐらいで、ハーフとかも用意があるかもしれません。まあ、作ることはないですからね。アイテム数は、絞ってくるのかな？多分、いや、3、4アイテムとかにドーンと絞ってくるのか。でも、7、8アイテムぐらいは作るかもしれないです。で、金瀬さんは、おそらく、まあ、おそらくとか、十中八九、恵方巻きは、もう、あっちで作ってくると思うんで、セントラルでね、工場があるんで、お寿司工場がありますからね、そこで多分作ってくると思うんです。普段並べてる、スケロク寿司とかも全部、インストアじゃなくて、全部、そのセントラル加工になってますんでね。そうそうそう。いうのがあるんで、多分そういう風にしていくんだろうなという予想でございます。だからサイズがもしかしたら13センチかもしれないですね。っていうのはあるかもしれません。っていう感じかな、くらいかなっていうところなんですよね。まあ、おそらく定番の恵方巻きとかは、あるだし、卵焼きとかのやつがあって、エビ巻きとかやってくんのかな？まあ、普通に鉄火巻きとかそういうようなアイテム入ってくると思います。中巻きか太巻きかで入ってくると思いますんでね。そのあたりもね、まあ、行けたら行きたいけどね、なかなか、あっちまで回れるのかな、どうかなというところですね。まだちょっと当日行けそうだった。まあ、三とかね、あっちとかいろいろと回るんでね。でね、金曜日なんですよね。だから、まあ、ワンチャイン、土曜日仕事入らないはずなんで、
とか、まあ、もう、これで動き回るんやったらね、もう、開けといて、動けるようにしとくっていうのも手ですしね。で、まあ、いろいろと食べて、やってみてっていうのも、でもいいですからね。っていうような感じで一応考えてますね。まあ、一応こういう感じ。まあ、一応ホームページとかはあんまり、そういった商品情報はあんま上がってなくて、ツイッターやってるんでね、ツイッターでどうかなと思ったんですけど、ツイッターの方も、特に、そのあたりに関する話題が出てなかったんで、まあ、もしね、航空データとかね、何かね、提供いただけるようなね、ところあったらね、ぜひね、ちょっとまた、連絡してもらったら、全然対応しますんで、全然、本社でもどこでもね、本社でもどこでもちょっと大変か、来週だもんな、ですけどね、まあ、パッとね、行けるところでね、対応したいなと思いますんでね、っていう感じかなっていうところです。まあ、多分値段も、間違いなく、低価格設定でね、そういうふうになってると思いますんで、そのあたりは、まあ、間違いなく裏切りはないと思いますからね、ちょっと期待して、いきたいなと思います。まあ、もうすでに、その300円ぐらいで、ね、その出すよっていうのは、告知は出てましたからね、そのあたりとかも、楽しみなところですね、というところでございますね。まあ、そんなところかな。あと、他のやつももう、まとめて言っとこうか。他、あとどこがあったっけ？ラムーか。ラムーが、どうかなっていうところなんですよね。ラムーは、前、おととしはラムー調査に行ってるか。おととし、あ、じゃない。郵便屋の時だから、もう4年ぐらい経ってるのか。じゃあ、あんまり価格情報は当てにならんかもしれんな。ラムーさんも、告知も何も出てなくて、チラシの中にも、ほうまきの情報とか何も入ってなかったんですね。最新で行ってきたんです。おとといかな、行ってきましたけど、ちょっとなかったんで。というところなんで、まあ、おそらく、あそこも、400円とか300円ぐらいで、さ、ぶん、ざらーっとラインナップを揃えてくると思います。もともと太巻き相当安くやってますからね。エビカツ、エビフライ巻きとかでもね、多分500円とかそれぐらいでやっちゃえるんで、あそこは。もともとそんな、高くないですからね。田舎巻きみたいなね、いわゆる、スケロク巻きみたいなやつだったら200円ぐらいでありますよね、あそこ普段、販売、売価。ですからね、多分相当安い値段で、来てると思いますんで、あそこもにね、何より24時間営業なんでね、夜でもね、買いに来るんで、まあ結構売り切れてることも多いですけど、その夜になっちゃうとね、だいぶ品揃え的なあれですけど、まあそれもあるんで、あまり、値引きは早くないのかな。多分値引き狙い、まあでもね、あんまり、恵方巻きって値吹きしのこしてこないですからね。7時とか、ま、7時、8時回ってくるとちょっとまた変わってきますけど、営業時間にもよりますからね。で、大体、売れるんで、そこまでね、そんなわざわざする必要もないですし、っていうところもあるんで、まあ、どうなってくるのかな、というところですよね。スーパーはこれぐらいかな。他に、紹介してないところ、こっち、ゼニアか。ゼニーやグッディが入ってくる。で、あそこも前に寄った時にあったら、チラシあったらなと思ったんですけど、何も出てなかったんで、なんとも予測難しい。グッディさんに関しては、多分4、500円ぐらいかな。多分ね、水産とデリでそれぞれが、お寿司持ってるんで、おそらく水産の方は1500円とか2000円ぐらいのいいのあるんじゃないかな。ゼニーや、ホームページちょっと見てみようかな。特に上がってきてないんで。どんな感じになるんだろうな。多分、水産のところで、あれですから、1号館に近い感じで、もうちょっとさらに差別化してる感じだと思います。多分、ハイエンドなところは結構、ガチッと本格的な寿司作ってくるところなんで、多分、上巻き、上太巻きとか、海鮮上太巻きとかで、多分、1900、2000円ぐらいのやつは、多分、ラインナップで入れてくるんじゃないかな、と思います。その値とかね、どうなってくるのか。っていうところですね。ゼニーヤさん、グッティさんね。このあたりはそういうところかなと思います。グッティさんの方でも、特に、恵方巻き情報は、上がってないよね。ないですね。クリスマスから、このとこ入ってないな。ってなってるんで、
これは、どうだろうな。コストコ来るよ、そうですね。ですから、ちょっと情報としては、わかりかねるな。っていうところですね。まあ、多分結構メリハリはついてると思います。で、デリカコーナーは結構400円ぐらい台とかでも全然出してくるんじゃないかな。これ、ハーフで300円台とかそういうぐらいのやつとかも用意してくる可能性が十分あるかなというところですけど、グッチーさんは、結構幅も出せるところがありますよね。結構物量も多い商品。この前もね、ドカベンネットとか食ってましたけど、あれ、あげてないのか。あ、多分上がるのもう半年後ぐらいになると思うから、全然忘れちゃってください。一体いつになるんだろう。こんなことやってるもんでも、全然。また、年末年始に撮った動画、一体いつになるんだろうね。待って、まだお盆とっていう動画どんどん上げてますからね。まだまだかかりますよっていうことでございます。まあ、ちょっとなるべくね、どっかどっか出してきますんでね。っていう感じでございますけどね。愚痴はそんな感じだろうな、っていうところだよね。あとは、扱ってない。丸安さんもね、この前行ってみたんだけど、まだチラシも何もな、で、告知も、店頭告知も何も出てなかったんで、なんともわかりにくいなって、あそこは丸安さんとベーシックで多分デリカの作り方が違うんで、多分変わってくると思うんですよ。で、丸安さんの方はかなり高級な多分2000円台、3000円台、3000円台は入ってくるでしょうね。の太巻きとかも多分用意してくると思います。で、ハーフとかもちょっと多めにしてくる感じで、バリエーションを置いてくるんじゃないかなという予想ですね。ただ、ベーシックさんがどういくだろうね。最近ちょっと価格設定のところとかが、ただ、惣菜コーナーでもまだ250円ペントとか頑張ってるから、かなり低価格で、寿司コーナーも今回も行くのかな？ 300 円台とかで、結構ラインナップ多めに揃えたりとかやるのかな？ハイエンド、それとももう共通化したのかな？ベーシックと丸安。丸安さんもあるかな？ちょっと。2023年の、高巻情報と来てないな。サードパーティーでも何か上がってないかなと思ったんですけど、いや、丸中の情報だもんな、そうだよね、そっちの言葉になってきちゃうもんな。これは29日。違うね、これ、去年かのデータですよね。ないな、やっぱ。で、去年、今年はまだ、出てきてないかな。なるほどな、というところですね。去年のデータがちらっと、これ、見せてるかな？ちょっとわからないんで。どこのやつだろう。サポーレ。公式サイトのところですね。一応、去年のデータのやつが、公式サイトのところに残っとったんで、それちょっとちらっと見てみましょう。公式のブログで上げてたやつかな。ごめんなさい。2021年だ。のデータですけど。そうすると、そっか、2021年、そういえば2月2日節分でしたね。で、七福八本。これ旧暦の兼ね合いですよね。米の結びの神仕様で、丸安ベーシックも共通か。で、海鮮やっぱそうですね。一ギッパぐらいのやつがあって、八方巻きとかがあって、やっぱあるわ。瓶3日ってことで、本巻き、伊勢マグロ入り、3800、やっぱ丸安だ。1本1万円、多分これ税抜き1万円？税込みかな？これ税込みか。いや、本体価格ってなってますね。税別ですね。税別価格ですね。で、1万だから1万800円あるわ。やっぱ真っ赤牛。ね、多分、こういうのやってきますよ。今年も。こういう感じで、かなりハイエンドのやつから、ローエンドどこかな？ 780 とか。こっちにそうね。
すごいでしょ。このメリハリの付け方ね。450円で、ずらっと、こんな感じで、ネギトロ、エビ天アナゴ、サーモン、エビマヨ、サラダ、かんぴょう、田舎野菜、巻き、納豆巻き、納豆巻きとかまであるし、多分ね、こういう感じに、多分3種とかもこういう感じになってくると思います。で、ハーフセットとかもあってっていうような感じね。多分同じような感じになってくるんじゃないかな。このあたり、まあちょっと原価の兼ね合いがあるんで、もしかしたら50円とか500、各500円ぐらいにはなってくるかもしれませんけど、2年前から比べるとね。で、つかんのんで、ご祈祷してるらしいです。あ、まあ、そうです。普通の、ね、会社さんですからね。っていう感じのやつが、2年前のデータなんで、おそらくこういうような感じで、まあ、準拠して、多分、ハイエンドは1万円は変わってこないと思う。ですけど、1万800円でいくと思いますけど、まあ、この辺りのね、やつとかも、やっぱ3800円とか。いや、この辺りは丸安ですね。ちゃんとこういうようなのしっかりと揃えてくるんだなっていうところが見えますね。可燃性も古いやつとかあるかな。他のところもちょっと古いデータでもあったらちょっと見てみましょうか。ないなぁ、ちょっとわからんですね。可燃性の過去データあるかなぁ。あ、スーパー 3C、スーパー 3C。ああ、もうこれで見たらよかったんだ。3C、恵方巻き。これも2020、あ、2022年、去年のデータありそうかな。これそうじゃないかな。3C3 のところで、去年のデータがツイッターで上げてくれてるのがあったんで、それちょっとまたリンク貼っときましょうか。あっちの方で貼っといたらいいか。3C3 の方の。そうね、こんな感じで、去年もね、こんな感じで、アイテム数で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、しょ？ 16、17、18、19、の、ハーフがあるよ。20、21、22、23やろ？ 24、25、26、27、28、29、30、ほら！ えぐいしょ？あ、で、これ、30の、31、32、33、33、35、36、37。37アイテムっしょ。えぐ、あぐ、こういう感じです。スーパーさん、見えてない、ごめんなさい。こんな感じで、スーパーさんさんがちなみに、去年のデータだとこんな感じっていうことでございますね。あ、ここだけスーパーさんし、ね、友達やっとね、言ってますけど、こんな感じで、ハイエンド2139円とかに設定したって、その数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15からの16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30の、ハーフがあるから31、32、33、34、35、36、37と圧倒的なアイテム数っしょ。これがね、3C なんですよ。ですね。ということなんで、一番外店、大岡大店、サービス店につきましては、チラシ内容に対応してませんってこと、らしいんですけど、そっか。なんならそっか、うちがあの時行ったの大岡大店だから、多分細かいところのラインナップ一部なかったはずなんだ。売り場がちっちゃいですからね。あ、でも今年どうだ？ちょっと、去年より売り場の面積増やしたんですよね、デリカの。レイアウト変更して、レイアウト変更やっとったんで。あるかもしれない。ね、実店舗です。千本かけ、各千本ですから、えぐいですよね。各3000本とか、そういう感じでね、もう、アホみたいな、感じでね、やってきますんで、すごいですよね。いや、すごいラインナップだ。ということでね、そう、スーパーさんしたらこんな感じとか、これまたちょっと入れときますね。金末ね。なんか、個人のブログの人で、まとめてくれてるのがありますね、今年の恵方巻きを。これまたリンク貼っときます。よいしょ。よいしょ。こんな感じで。厚焼き卵の具だくさん向け399円。贅沢マグロ3種向け499円。全部抜きですね。で、海鮮七福巻き499円。これ今年の予定らしいです。普通のサラダ巻き299円。マグロたたき巻き299円。安いね、このあたり。サーモンたっぷりが299円。ヒレカツ巻き299円。安く来るなぁ。なるほどな、ということで。で、太鼓巻きっていうのが980円であるっていうような情報が店頭で出てたんで、こ
そういう感じらしいですね。なるほどな。これまたちょっとリンク載せときます。今回リンクもあるけよ。うん、ですけどね。っていう感じ。あとはね、ラムがどこにあるかね。去年の、データで出てるのが、ラムーさんは、太巻き198円でやってたらしいっす。これ大丈夫なのかな？写真、撮ってるのがあるみたいですけど、こんな感じで、ラムの太巻き、198、去年9、9パーやったら今年どうなのかな？さすがに2、4パーくらいに上げないと原価割れんじゃねえって思うけど、えぐいな、198円。マジか。圧倒的に安いな。サーモサーがマイホープライとかいろいろとありますよということでございます。まあ多分今年もこんな感じでやってくるってことなんでしょうね。ごめんなさい、安いな。一からそりゃそうがいい。後半でちゃんと見てねって、テロップ入れとかないとダメですね。これはさすがに入れとこう。そういうところらへんから、あとは、丸安も言っただろう。そんなところですよね。あと、そういえば気になってたのが、薬の青木？行ってみたんですよ。あそこって、薬の青木って名前ですけど、言うて、結局、あれじゃないですか。薬の青木さんって、もうほぼほぼデリカがいっぱいじゃないですか。っていうところで行くと、恵方巻き？で、デリカがドカンってあるんで、絶対恵方巻きあるだろうと思って、昨日土曜日に行ってみたんですよ、青木、薬の青木。全く告知なしなんですよね。もちろん太巻きとか普通に売ってるんですよ。なんですけどね、あれ？ないねって、いうことだったんで。恵方巻き情報は、恵方巻き情報出てる？なんか上がってきたけど。惣菜太巻き1キュッパとかやってますもんね。ここも相当値引きでやるのかな。これ竹花なの？竹花にあるの？今。複数の秋をなかなか。あれですね。竹花といえば、金瀬ね。どこだ？まさき、あっちか。竹花って言ってるけど、まさきの方か。あれ、今もまさき店ってあるのかな、金瀬。昔金瀬まさき店ってありましたよね。あそこで新進研修やったな、懐かしいな。そう、レジがね、旧式のやつだったんでね、っていうので。そこのところはレジ研修も兼ねるのに、旧式のレジが残っててね、全部こう、自撮りこうガシャガシャって出てくるね、今流行りのあれじゃなくてね、ちゃんと旧式のやつでね、こうやって撮る練習とかね、やりましたね。懐かしいな。っていうのがあったりしますけど。はあ、そういう感じらしいです。こんなところかなというところでございますね。まあ、これで、ね、とりあえず一通り行ったでしょう。あとどこかあったっけな。寿司まんまんさん。あそこがどうかですよね。寿司まんま。あるかな、恵方巻き情報。恵方巻き情報。でもね、なんかね、飲む。いや、まあ当然やるのやるみたいなんですけどね。情報が入ってきてないんだな。恵方巻き情報はないかな？ないな。ちょっと出てこないんで分かりかねるなというところですね。まあ、どんな感じなんだろうな。全くちょっと想像つかないですね。あんまり普段行かないところなんで。去年の情報とかちょっと知ってる方いらっしゃったら、ぜひコメントで、書いてほしいな。まあ多分ちょっと本格的な感じ、1000円ぐらいのところで言っとって、多分寿司道場とかと価格設定とか見てくるんじゃないかなと思いますけどね。っていうところかな。そんなところかなというところですね。
まあ、いろいろとね、気になるところ。まあ、他にもね、お寿司屋さん、各お寿司屋さんもね、やってると思いますし、ちょっとね、そのあたりになってくるともう全くわからなくなってくるんで、とりあえず広げるところちょっとこのあたりかなというところでね。まあ、今回のシリーズこれぐらいで示させてもらって、もしかしたら、もう一発ね、ちょっと三河の方のね、あっちの方だったらどうなのかっていうのね、もしかしたらね、恵方巻きのね、2月3日にね、東海オンエア聖地巡礼の岡崎に行くっていうような人たちいるかもしれませんからね、そういう人たち向けのために、岡崎のね、恵方巻き、売ってるそうなところ、主要なところをね、いろいろと、見ていくっていうのもあれかな、スーパーマーケット。なんだ、岡崎だとどこだろうね。どこだろうね。うちのところで扱ってるところだと、秋田ユニとか、イオンとかはまあ被ってくるじゃないですか。あと、カネセイもある、フェルナレっていう屋号であるはずですけど、まあ、ここも一緒ですもんね。共通でやってるから、あれだろ。あと、なんだ、あそこの地場っていうと、あ、そっか、三重県内とこだと、青木スーパーか、青木スーパー、伊賀とかにありますもんね。岡崎市の伊賀町ってね、伊賀25パーのね、伊賀、で有名ですから、そこのすぐ近くのところ、うちの動画でも見たことありますけど、伊賀の、あと山信、青木スーパー、エプロンあったっけ、めぐりやエプロンってあったっけ、まあまあ、三河ですからね、あるんじゃないかな。岡崎はなかったっけな。あ、三河、あれ、エプロン、岡崎で見た記憶ねえな。でも、どっかにはあるかもしれん。あと、ドミーね。ドミーとか、こんな対応とか抑えといたらいいと思いますから、それもちらっと喋ってやってみようか。もう、このままの勢いでは、もうノリと勢いでやってやろう。よし。ということでね。とりあえず、三重県はこんな感じということで、もう、多分、実質とかもうぐっちゃぐちゃになってると思いますけど、勝手にいろいろと見てもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、一番いいのは店頭でね、いろいろと確認してもらうのもいいんじゃないかなと思います。ということでございます。まあ、しかし、やっぱ三重県ね、海産物とか取り入れてるのでね、各海産系が多いイメージもありますね。この辺りがね、じゃあ、愛知の方見ていったらどうなのかなって、ちょっと気になりますんでね。もう一発取るから、頑張ります。ということで、この動画はここで締めて、そっちの方はサブチャンとかでやろうかな。4粒でやるのもおかしな話ですからね。じゃあ、以上で締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。